中井正幸は神戸市長田区出身のフリーアナウンサータレント。米朝事務所に所属する唯一のアナウンサーでもある。二女あり。実家は、ソロバン教室。父は次男。弟二人。兵庫県立、夢の大高等学校、関西大学社会学部卒業。高校時代は、 落語家のロノダン6と同じクラス、大学生時代は1歳年下の最悪吉洋と共に海賊放送研究会で活動していた。また、おはよう朝日ですのアルバイトスタッフとして突撃。バーゲンダーの照明を担当。さらに、三放送アカデミーでアナウンス技術の研鑽を積んでいた。 大学卒業後の1983年にアナウンサーとして大阪放送に入社。入社後は自身と同じく3放送アカデミーへ通っていた同期入社の原田俊治と共に看板アナウンサーとして聴取者の人気を得ていた。スポーツアナウンサーとしても活動していたが1992年に退社、独立。同局のプロ野球中継で実況を続けるから、 フリーアナウンサーとして、通会。エブリデイの木曜日や屋敷鷹人の冠番組で、ある、鷹人胸一杯で、長年レギュラーを務めてきた。ちなみに、通会。エブリデイには、怒りのスペシャリストという肩書きで出演。桂部過去を名乗っていた時期に、前述の突撃。バーゲンダーでリポーターを務めていた、桂南光とともに、名物企画の、猛烈。 怒りの相談室を進行していた。独立後は長らくパブリックインフォメーションスタイルに所属。しかし、同事務所が高人の個人事務所に変わったことを機に、中井も個人事務所通婚ツールを主催していた。2010年1月からは米朝事務所に所属。同事務所唯一の所属アナウンサーとして落語会の司会にも携わっている。 2000年代の後半には、OBC におけるプロ野球中継からの撤退、通会、エブリデイの終了、高人胸一杯のリニューアルなどで、相次いで、レギュラー番組を失ったことから、イベントなどを中心に活動。社会福祉法人、数を納む会金保育園の副園長も務めていた、ことなどから、スポーツアナウンサーとしての活動を2年半ほど、休止していた。 2010年3月からは CS 放送のプロ野球中継の実況担当としてスポーツアナウンサーとしての活動を再開。テレビの野球中継での実況をレギュラーで担当するのはこれが初めてであった。2011年6月からは関西テレビのテレビショッピング番組買い物生活本でなんぼの MC として地上波テレビ局制作番組に再びレギュラーで 出演。2013年4月から2015年3月までは、古巣の OBC で、平日の午前中に放送された生ワイド番組、中井正幸のハッピーでいこう、の、パーソナリティを務めていた。2015年10月からは、フリーアナウンサーとしての活動を続ける傍ら、同局が解説する、ラジオ、大阪声優アナウンススクールでアナウンサー&、 パーソナリティコースの講師を務める。結婚と離婚を2回経験しており、現在は独身であることを、出演番組や講演などで公表している。最初の妻にあたるフリーアナウンサーの園田良子は、かつて、中井と共に、PIS へ所属。離婚後も、中井正幸のハッピーで行こう。に、ゲストで出演することがあった。子供がいる。 以下のプロ野球中継はいずれもタイガーズ愛の制作で実況アナウンサーとして出演。以下の番組はいずれも関西テレビで放送。以下の番組はいずれも OBC で放送。以下の番組はいずれもフリーアナウンサーへの転身直後に出演していた毎日放送の番組。ありがとうございます。